グッドプレースペシャルプレーをこう狙っていくことってあると思うので、その時は今のようにちょっと気持ち、はい、こんにちは、中川です。今回ですね、試合のある一場面です。これはあの今2対1で攻めてるシチュエーションなんですが、ここでですねちょっとビッグプレーを狙っていく時の、これちょっと空間に投げて飛びつかせてシュートフィニッシュですね。この時のパスで意識すべき結構ありがちなミスと、改善点ということでお伝えしていきます。で、まあディフェンダーがこのようにいてですね、普通にこうディフェンス来て、まあバウンズパスとか無難に通しておけばレイアップいける流れだったりするんですが、ちょっと色をつけてですね、ちょっとおしゃれなプレーをやろうとして上に浮かすんですが、なんか結果シュートまでいけてないっていう、これ結構往々にしてありがちです。何が問題かというと、これ気持ちですね、あのディフェンスをかわそうっていう意識がボールを高く、そしてちょっと強く投げすぎたりして、これ受け手の目線に立ってないんですよね。もうひどい時これぐらいの感覚で、なんかせっかくのチャンスがもったいないことになってしまいます。努めて私がこういう時に意識しているのは、受け手のことを考えたら実はちょっと気持ち低めぐらいですね、カットされないギリギリの低いぐらいで、キャッチした人がそのまま自分で上げて上に行けるぐらいの高さが実はベストだったりします。ちょっとライブでお見せします。はい、気持ち低くしたんですね。それでも十分もう彼が飛び上がって伸び上がって打たないといけないぐらいの場所行きますから、こういう時結構慌てずにですね、で190とか2メーター弱ぐらいのダンカーの人ですら、もうリングの上から叩き込んでもらうようなパスをしても、これ届かないこと結構あります。リングぐらいの高さだったりするといいですね、そういうケースと。ちょっと気持ち低めです。それをキャッチした人がちょっと上に上げて持っていくぐらいのところが快適だったりします。でもこれぐらいのガードの背格好でも、こういうスーパープレー、ちょっとグッドプレー、スペシャルプレーをこう狙っていくことってあると思うので、その時は今のようにちょっと気持ち低めぐらいでも十分立体的にパスでかわしていくことができますので、ぜひですね、ちょっともったいないケースが、に陥りがちな方はですね、今のパスのポイントを、ぜひ意識されてみてください。はい、今回はですね、速攻の流れで使える立体的なパスを出す時の一つ気をつけるべきポイントということでお伝えしました。でこれとはまた別のですね、今のは 2-on-1 数的優位のオフェンスでしたが、もう1対1の完全な、1-on-1ですね、この時に使える、実践的な4つのドリブルテクニック、これを今プレゼントさせていただいております。でこのプレゼント動画がもう日本全国3万人近くの方にご覧いただきまして、試合でスコアを取ることができて、かなり、有効だったということで大好評いただいております。でそのプレゼントをあなたにもゲットしてほしいんですが、この動画の概要欄から、プレゼントをゲットできるようになっておりますので、ぜひご登録いただいて、あなたの大切なゲームでお役立てください。それでは今日もこの動画をご覧いただきましてありがとうございました。